今回も和歌山白浜愛の養殖場をリポートします。キーワードは山形 F1。 一体どういうことでしょうか。白浜で年間52万匹以上の愛を育てるレジェンドを訪ねます。夫婦仲良く頑張ってます。愛一筋36年、尾形さん夫妻。この養殖場には15万匹以上の山形 F1 がいます。その特徴は天然に近いということで、身質がまろやかとか、顔は細長く、体長は長い。だから遊泳能力がすごくあるということです。山形 F1 とは、山形県最上川の天然のアユを人工授精させたもの。つまり養殖でも限りなく天然に近いんです。尾形さんは14年前、山形 F1 の生みの親から和歌山で養殖する許可を取りました。お邪魔します。尾形家でアユクッキング。今日はアユ飯を作ろうと思います。酒、醤油、みりん、かつお昆布だし、焼いたアユを加えて炊きます。わあ、贅沢ですね。はい、いただきます。いただきます。焼きアユの香ばしさが広がります。おいしい。こちらは8時間弱火で炙って干した保存食。初めて食べる。お。カルシウムの塊ですね。栄養たっぷり、鮎のいろいろな食べ方にナイストライ。今日ご紹介した鮎はご覧のお店に。天然に近い山形 F1 は7月出荷予定です。白浜の鮎は美味しいよー。